これはまだ私が若かった頃の話。看護師の専門学校を出て看護師になった私は、23歳で18歳の頃から付き合っていた同い年のバカラと結婚した。おめでとう。親たちはまだ早すぎるんじゃない？とか言ってたけど、まあ若気の至りってやつで、とにかく早く一緒になりたかったのだ。そしてその2年後、私とバカラの間に娘の春が生まれた。とにかく可愛くて、この子のためなら何でもしなきゃって思えたんだけど、それから半年後。すまねえカリン、この通りだ。会社が倒産しちまったんだよ。頑張って仕事探したんだけど、面接には打ちまくるし、親も金貸してくれねえし。仕方ないね。ええ、じゃあ私が働くから、バカラは家で春の面倒を見ててよ。今流行りの主婦ってやつ。いやいや、そういうのは俺の仕事じゃねえし。え？今までだって働いてきたんだし、就職先さえ見つけりゃ働けるんだ。頼むよカリン。でも雇われないんじゃ仕方ないだろ。あ、そうだ、あんた専門学校行きなよ、資格を取りにさ。専門学校？どうして？お金は私の貯金から出せるから。だって資格は強いよ。私なんて学歴ないけど、クビにはならないし。そうか、そうだね。さすがカリン。頑張んなよ。あ、でもバイトくらいはしてもらうからね。こうして、バカラは専門学校に入学し、資格を取ることになった。しかし、最初の約束と違って、バカラはアルバイトもしなければ、家事も育児も全部私に押し付けてきた。ちょっとバカラ！春の保育園のお迎え、たまにはやってよ！いつも私がやってるじゃん！悪い。こっちも今日は一限から授業あるしさ。じゃあせめてゴミ捨てには行ったよ。時間、早くしねえと遅刻するわ。じゃあな。何あいつ、何にもやらねえじゃん。もう。またある時は、ごめんバカラ、明日の夕方春のお迎え行ってくれない？会議あるから長引きそうで。すまねえ、俺も学校で課題やんなきゃいけなくてさ。いやいや、だって課題でしょ、それくらい持ち帰って家でやってよ。単位落としたら資格取れねえんだけど。なんで切れてんだよ、金出してんの私だよ。だよ、働いてりゃ偉いのか。こっちだって必死なのに。あんたね、そんなこと言ってバイトも家事もしないじゃないか。それで落ちたらどうすんだ。ハル、泣かないでくれよ。ほら、よしよし、ごめんな、ハルを怒ってたわけじゃないからな。ママ。よしよし、そっか、そろそろお眠の時間かな。じゃ、一緒に寝よっかな。どこ行くんだよ。部屋だよ、自分の部屋。ハルと一緒に寝ないのかよ。俺だって疲れてんだ。ハルはお前に懐いてるんだし、いいだろ。私だって仕事あるのに。まあここまではまだ、あいつも疲れてるんだろうなと思うことができた。ただいま。しかしだんだんとバカラは、授業や課題が大変だけでは片付けられないような不自然な行動が見られるようになっていった。おかえり、今日も遅かったじゃないか。おい、みんなで課題やってて。どわり、電話だ。もし、別に家の中で電話してもいいのに。はいはい、ごめんね。春はもうお眠の時間なのに。ママ、迎えちゃうの？行かないよ。そうだ、ちょっと外に出てもいい？今日はありがとね、楽しかったよ。何の話をしているのかと思って来てみたけど、課題の話じゃなかったのか。え、遅くなって大丈夫だったのかって。大丈夫だってば。はあ、何言ってんだあいつ。それよりもさ、次どうする、いつ遊ぶ。はあ、遊ぶ、どういうことだよ。ママ。分かった分かった、まあ戻るよ。不
自然なバカラの行動はそれだけじゃない。休日くらいは春をどこかに連れて行ってやらないとね。バカラ今日も学校みたいだけど車いらなかったのかな。わーい、ママ。よしよし、そっと運転は久しぶりだけど、なんじゃこりゃ。なんか疲れし、いつの間にか豪華になってないかい。あいつこんな趣味だったっけ。なあ、しかもチャイルドシート外されてるし。まあ、なんだよ。結局その日は車で出かけることはやめて近所の公園に遊びに行くことにした。それでそんなにやつれているってわけね。そうなんです、ラム先輩。なんやかんや家事も育児も全部私がやってるし。それもう完全に黒じゃないの。全部カリンに頼りっきりで、その上不倫もしているなんて。不倫ってそこまでじゃないと思いますよ。遊んでるだけだと。遊び？遊びだろうがなんだろうが、カリンのお金で学校まで通わせてもらってるのに、家事もせず自分は遊んでるってどうなのよ。まあそうなんですけどね。ちょっと、なんでそんなに薄い反応なのよ。あんたんちのことなのよ。いや、まあなんかもう何も考えられないっていうか。え、ちょっと大丈夫なのカリン。何がですか。な、もう休憩終わりですね。愚痴聞いてくれてありがとうございます。やっぱり天敵、天敵。あれ、私どうなったんだ。もしかしてやっちまったか。少しは休めたかしら。ラムさん、すみません私。大丈夫よ、あなたの分の患者は私が見たから。これ一つ貸しね。今日は送っていくわ。本当にすみません、送ってもらった挙句保育園にも寄ってもらって。いいのよ、あなたが新人の頃からの付き合いでしょ。はるちゃんも可愛いし。見に来ます。ほら着いたわよ。ラムさん、これこれね、前に私が不倫の証拠集めに使ってたレコーダーなの。バッテリーもまだまだあるし、長時間撮れるから使ってちょうだい。でも一応撮ってみて、何もなければそれでいいのよ。何かあったら好きに使えばいいじゃない。ありがとうございます。散々迷ったけど、私は車の中にレコーダーを仕掛けることにした。深夜座席の下に仕掛け、朝いつものようにあいつを見送り、あいつが寝静まった夜に回収。そしてだから、卒業したら本当に奥さんと別れて結婚してくれるの。当たり前だろ、あの時は勢いで結婚しちまったけど気づいたんだ、エリコが運命の人だって。真っ黒だ、これ完全に真っ黒クロスケだ。まだ起きてたのかあいつ。明日はお泊まりデートしようぜ、エリカ、愛してるよ。ちょっと、こんな文面学生かよ。って、専門学生か。なんだかバカみたいだ。仕事も家事も育児も全部やって、学費まで払ってやってるのに。別れよう。慰謝料も分取って、春の教育にも悪いし。そして私は、バカラに気づかれないように証拠を集め、裏を取り、話ってなんだ、俺は課題で忙しいんだけど。だから私と別れてほしいんだ、慰謝料付きで。どういうことだ。卒業したら本当に奥さんと別れて結婚してくれるの。当たり前だろ、あの時は勢いで結婚しまったけど気づいたんだ、エリカが運命の人だ。なんだこれ、盗聴してたのかよ。悪いね、あんたの行動がおかしかったから探偵も雇って調べさせてもらったよ。証拠写真。なんだこれ、いや合成だろこんなの。
こっちにもちゃんと証拠があるよ。明日お泊まりデートしようぜ、エリカ。愛してるよ。え、こんなのいつ？あんたの方にも履歴は残ってるんじゃないのかい？とにかく、もう全部調べさせてもらったから、家事も育児も何もかも全部押し付けてきて、挙句の果てに不倫だなんて。ちゃんと慰謝料は払ってもらうからね。ふっ、何がおかしいんだ。だって春産んだんだから、お前はもう女じゃないだろ。お前はもうお母さんじゃん。無理だって。そもそも俺だってずっと社畜してて大変だったのに、家事やらないなら専門学校行けって無茶言われてさ。お前は看護師で父さんもリストラもねえんだからいいじゃねえかよ、このくらい。あ、そうかい。あんたの気持ちはよくわかった。あとはお父さんたちとよく話しな。おいバカラ、カリンさんが言ってることは本当なのか。あんた、このバカ息子が。お前、今のも盗聴してたのかよ。まあね、録音もしてあるから、後でうちの両親とエリカさんのご両親にも送っておくよ。今までの学費の分もきっちり返してもらうからね。なんでだ。そんなの当然だろ。いくらリストラされないからって私に寄生虫を飼う余裕はないんだよ。分かったらこの家から早く出て行ってくれ。その後、バカラの両親とエリカさんの両親に平謝りされ、無事に慰謝料を分取り、めでたく離婚が成立。エリカさんは実家に連れ戻され、ちくしょう。バカラも学校に通えなくなってフリーターになったらしい。らっしゃせ。あれから十数年、結婚相手はもう少し見極めるべきだったと今では後悔している。お母さん、ハッピーバースデー。今日は楽しんでね。まあね、マリは優しい子に育ってくれたから、そこは良かったんだけどね。カリンです。最後まで動画を見てくれてどうもありがとう。お母さん強くてかっこよかったよなさ。それほどでもあるけど。あるんかい。少しでも楽しんでくれた人は高評価ボタンを押していってくれたらとっても嬉しいな。コメント欄で感想も待ってるわ。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。ツイッターでファンアートも募集中。ハッシュタグソプラノ漫画をつけて投稿してみてちょうだい。みんなの投稿待ってるよ。それじゃまたね。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。